はい、こんにちはです。世の中はですね、コロナで大変なんですけども、引きこもりとしてはですね、そんなこと関係なくまたやってます。はい、これはですね、ラディウスの43の、ローラーバーナーですね。はい、おなじみというか、はい、ちょっとメンテナンスをしようと思って、ニードルが出なかったので、これからちょっとやってみたいなと思うんですけども、ちょっと下に置いて、手狭で申し訳ありません。これがですね、バーナー本体ですね。これがスピンドルですね。で、これが、スピンドルの方、こう、ブリッジの方へ入って、順番としてはね、メタルリング。で、この、間に入っていくわけですね。で、なかなか入らない場合もあるので、こういう千枚通しかなんかでこう押し込んでいくと、かなり奥まで入ると。この間に入れるのが、グラファイトパッキンですね。このようなグラファイトパッキン。円筒状のね、ものを入れます。はい。そして、ちょっと今割愛しましたけど、スタッフィンボックスでねじ込みをして、ぐる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 と入れてという形ですね。で、この、もちろんこの、スピンドルを回すことによって、ここにあるニードルが上下するということですね。で、上下したら、このニップルを、設置するということです。順番としてはね。で、この状態ではですね、手で持つのはいいんですけども、一旦置くとかいうことになるとやりにくいということで、プレヒートカップを、このように、ネジ山があって、こうやってプレヒートカップを入れると、このように、固定できると。で、このプレヒートカップは実は純正ではありません。はい。なかなかですね、ラディウス43のプレヒートカップというのは、単品ではね、なかなか探すのが難しいですし、あってもね、なかなかね、オークションなんかでストック競い合って高くなっちゃうということですね。で、何を使ってるかというと、実はオプティマス8K ね、8R899、これがちょっと、チューリップやったり、アウターキャップ、フレームスプレッダーやったりするんですけども、オプティマス、簡単に言えば 8R のプレヒートカップが、なぜかラディウス43のネジ山にぴったり来るという小ネタではありませんけど、説明しようだけどね。なかなかプレヒートカップが手元にない場合は、はい、ごめんなさい。中断しましたけども、いろいろ家におると腹立たしいことがいっぱいあるんですが、このようなね、ことで操作ができるということを覚えておいてください。ちょっと組み込みにするとまた長くなるので、組み込んでからまた、動画を上げたいと思いますけども、今やっとることは、これ。サイレントバーナー。サイレントバーナーかといってはあれかもしれませんけども、これですね、実はオプティマスの 8R じゃないことはお分かりになりますかね。フェルキャップの位置が違いますね。センターですね。オプティマスの 8K の、タンクですよね。韓国のストーブです。シナボロっていうね。で、これが本来のローラーバーナーのヘッドとフレームスプレッダー。これは実はですね、オプティマスのアウターキャップをつけてます。このようなね、これ実はサイレント化するような、部品をつけたわけですね。
で、これちょっと試験的にまあやっていきたいなと思っとるんですけども、まあ、ちょっと次回になるかもしれません。はい。とりあえずちょっと、ラディウスの方にまた戻ります。はい。ニードルのちょっと上下が、一回ニプルまで組み上げたんですけども、まあ、ニードルが上下するもんでいいかなと思ったら、全然ダメで、ニードルが出てきませんでした。スピンドルも、このニップルもですね、純正なので、問題は 100% ニードルを変えなくてはならないという結論でございます。はい。もう一回、ちょっと試行錯誤しながらやってみたいと思います。ですね、向かって左側にあるのが、これが、まあ、最初このバーナーについていたニップル、ごめんなさい、ニードルだと思います。でもそれで上がらなかったので、一応まあ、これぐらい、ちょっと、ストックがあんまりないので、ニードルね。大きさの違いわかりますかね？左側を、と比べて、まあ、右側三つは大きい。その右側三つは小さいんですけども、まあ、ちょっと今、多少、これよりちょっと多少大きめのものを入れてみました。で、やることはですね、まあ、ちょっと固定しますけども、まあ、今、ニップルをつけて、こう、手でね、こう回しました。まあ、これ以上はちょっと回らないので、手ではね。で、これで出るかどうかですね。ぐるぐるぐると。まあ、一応出るんですけども、あ、出てますね。はい。こっから先は、スタッフィンボックスを組み込んでやるんですけども、ちょっと動作が不安定というか、ごめんなさい。一応出てるようです。はい。で、今度はこれをスタッフィンボックスを入れて、ねじ込んでいくと。ねじ込むと今までですね、軽かった、動作がですね、非常にハンドルが軽かったものがだんだん重たくなってきます。どうでね。これで出るかどうか。ああ、なんとなく出ますけども、もっと回していくということで、まぁ、あ、10ミリのメガネレンチを使って、こうね。はい、締め込んでいくんですけど、あまり締め込むと今度ハンドルが回らなくなるので、ちょっとやっては試し、やっては試しですね。はい。で、かろうじてで取ると、まあかろうじてでいいんですね。まだ最終的にこのニップルは締め込んでませんので、多少まだここから落ちるんです、下にね、ニップルね。で、かなり重たくなったので、ここからは、ニップルをですね、もっと締め込んでいくということですね。はい。ちょっと非常に分かりづらい、まあ、狭いところでやっとるので申し訳ないですけども、まあこんな格好でね、締め込むのはもうこれちょっと、まあ非常にこの銅管の間が狭いので手でこうやって締め込んだんですけど、これ以上はもう無理なので、ここで、このようなレンチを使います。これはスタビレというメーカーですね、ドイツですかね、の、12というもので、この間隔がね5ミリです。はい。5ミリのものがこのニップルに適合する、まあ5ミリ と4ミリと2種類あるんですけども、スタビレのレンチはね、これが一番使いやすいです。はい。これ以上のものはありません。まあ、正直言ってですね、レンチなんていうのは、これ5ミリとか4ミリとか3ミリとか、まあ、いろいろ、はい。5ミリのものでも4種類ぐらい持ってますけども、要は、どのような位置でも回せるというレンチは、まあ、これに限るということですね。はい。で、かなりこれですね、遊びがあって、遊びっていうか、その、
ニップルの方の締め込みに、かなり回るんです。まあ、手で回せなくなってからもう、で、なおかつギリギリで、感覚があるので、そこそこきっちり締めないと、まあ、ここから燃料が出るということにもなりかねないので、まあ、一生懸命これを回して、締め込みをするということですね。で、角度によってですね、もうこれ以上入らないという角度があるので、それをまあ、このような、上下左右を考えて、回していきます。はい。まあ、画像分かりづらいと思います。これ、チラチラして申し訳ないですけども、本当にこれ動くんです。ある程度回ったなと思うと、それがちょっとオプティマスの111なんかと違う点でしょうかね。これ、あんまりだから、きちきち。まあ、これ以上ちょっと無理かもしれないですね。はい。で、この状態で今度実際回るかどうか、スピンドルがね。スピンドルが回って、ニードルがアップするかどうか。はい。はい、OK でした。まあ、これで、まあ、一応完成です。全然出なかったやつが出なくなったということで、まあ、要はですね、このニードルの大きさ、今入れたのは、これが入っとったんですけど、これで全く出なくて、これは多分大きすぎるんですね。でも、まあ、正直言って、掘り込んであるので、これが何用、これが何用っていうことがなかなか、覚えがしてません。はい。多分、これが 8R とか 8K かなぁ。ってことは111。これは多分、他のメーカーやと思いますけども、何がないのはわからないので、不具合ができた時には11これを取り出してね、それぞれつけてみていいやつをつけるということですね。それが一番ベストかもしれません。ということで、とりあえずね、完成です。はい。